この地球以外の宇宙のどこかに生命はいるんでしょうか。そんな問いに今世界の科学者たちが挑み始めています。太陽系の外の生命を見つけるには2つステップがあります。まずは生命が存在する条件についてよく考えて、こんなにたくさんある星の中からその条件合う可能性の高い惑星を探し出します。次にその惑星たちをよく観測して、実際にそこに生命がいるかどうかを確かめます。地球の生命と似たような生命にとってはおそらく水の存在が必須でしょう。ということは温度が大事です。惑星の温度というのは中心の星からの距離によって変わりますから、それはつまり惑星は中心の星から適当な距離の範囲の中にいる必要があるということです。他にもいろいろ条件が考えられますが、今科学者たちはこういう条件を一つ一つ検討しています。じゃあ次にそういう条件を満たす惑星が見つかったとして、その惑星の上に本当に生命がいるかどうか、どうやったら確かめることができるでしょうか。一つ鍵になりそうなのは惑星の大気の観測です。その惑星の大気を観測して酸素やメタンの量を測る、そんなことができるとその惑星の上に生命がいるかどうか確かめられるのではないかと考えられています。しかし残念ながらそういう観測は難しくて今はできません。というのは太陽系の外の惑星っていうのはとっても遠くにあって、しかも中心の星に比べて非常に暗いんです。もちろん研究者たちはそういう観測を実現したいと今技術開発や研究に取り組んでいます。将来10年後あるいは20年後、そういう研究が実を結んで実際に太陽系の外の惑星に生命が発見される日が来るかもしれません。いや、きっと来るでしょう。その時もしかしたら皆さんがその発見に携わっているかもしれませんよね。